こんにちは、速稼塾の久保です。お金と愛情どっちが大事かっていう、そういうような動画を上げてコメントいくつかいただいた中に、無職で結婚できるのかっていうところがありましたね。ちょっと私は無職で結婚した経験はないんですけども、私はですね、無職といえば無職ですかね。就職してたわけではないんでね、自分の会社を作って自分の経営してる会社に社長としていたわけなんですけども、何回もお話した通り、私はね、毎月100万以上の赤字を出す会社の経営をしていたんですよ。どうですかね、こんな人と結婚したいと思いますかね。ある意味無職の方がまだ救いがあります。借金ができないだけ、毎月100万ですからね。それが積もり積もって3500万になりました、借金がね。でその時に今の奥さんと出会ったんですよ。当時奥さん22歳、私は40歳。で何を好き転んでね、自分と二回りも上のおじさんと恋愛して結婚するって気になるんですかね。きっと私はね、その時は借金のこと言いませんでしたけども、このままでは、この若い女性と、うちの、アルバイトに入ってくれた女の子なんですけども、その子と、恋愛になってもね、まずうまくいかないなと。ここは大人としてそんな感情を持たずに一従業員として接してですね、そういう関係にならない、もうね、少なくともこちらからアプローチしない、向こうから来ても来ないと思うけども、万が一来ないと思うけども断るぐらいの気持ちで採用をしました。で、1週間後恋に落ちておりましたね、人の感情ってのは止まんないですね。でそこからですね、この愛情を表現するためには金がいるなと思ったんですよ。少なくとも借金はいられないなと思ったんで、そこから私は未経験であったネットビジネス、何でなのか分かんないけども、ネットビジネスでお金稼いでる人がいるらしいぞっていうので闇雲に始めました。それから3年後、私43歳でその奥さんと結婚式を挙げることになりました。結婚式の当日、私の頭の中はあと借金1500万円結婚式の当日にねあと借金1500万円。私人には言わなかったんですけども、すごい速度で返してたでしょ、人には言わなかったんですよ。でも奥さんはなんとなく聞くに聞けないけども、借金あるんじゃないかなぐらいは思ってたらしいです。まさか1000万円を超えてると思わなかったらしいですけどね。で、借金は結婚式をしたその年の間に全返済して、すぐに家を買ったということでございます。すぐに家買いましたね。結婚式をして2ヶ月後にはもう家買ってましたね、1500万の借金、だから借金があって債務超過だったんで、ローンは通りませんでした、ですので一括で清算しましたね、爆速でお金を作ったと。要するに愛情表現をしようと思っても、愛情を維持しようと思ってもお金が必要だってことにはもうね、これ逃れられなかったんですよ。ですんでね、お金よりも愛情っていう人はすごく立派だと思うんですよ。私はお金がないと愛情が維持できなかったんですよ。だからお金がなくても愛が優先ですよっていう人は本当すごいと思うんですよね。私はだからね、正味ね、お金の問題で愛情も冷めると思っております。だから必死で愛情を証明するために金ぐらいは稼ぎに行かないとなと思って今日に至るんですよね。もちろん違う考え方の方もいらっしゃると思いますし、私と違う考え方でうまくいってらっしゃる方もいると思いますんで、そこはね、一人一人それぞれなんだろうなと思いますけども、私は今生まれた大和君で子供いますけども、不妊治療で生まれました。不妊治療は1年間200万円かかりました、で時間も結構ね、明日病院来れるみたいな、明後日検査だよみたいなこといきなり言われます。ですんで時間の自由もないと不妊治療ってできないんですよ。もうね、治療最優先の暮らしになります。ですんで不妊治療をしっかりしようと思うと、多分毎日出勤するようなお父さんじゃすっごく苦労すると思うんですね。で、不妊治療になると、これは通常の妊娠もそうですけども、女性はお腹の中に一人の命を宿していることになりますんで、自由に動けなかったり精神的にちょっと不安だったりします。だってお腹の中に何かいるわけですからね。私も想像したら気が気でないかなと思うんですよ。でそういうふうな精神面を
安定させるためには、不安に陥れないためにも、そして楽しく過ごしてもらうためにも、パートナー男性の役割っていうのは非常に重要なんで、私はまあ病院に行ったその足でいつもまあデートをしたりね、美味しいもの食べに行ったりとか、綺麗な景色を見たりとか、お洋服を一緒に買いに行ったりとかね、そういうふうなことをずっとしてましたんで、やっぱり時間もお金もかかったかなと思います。で、当然ですけども、子供が生まれれば常時お金がかかる状態になりますね。まあ、今まで買ったことがなかったおむつですとかね、服もそうですし、それからまあ小児科にも行くことになります。で、私の場合は子供用のこのねベルファイアっていう大きな車も買って、移動にはそれを使うようにしたかなというふうな形ですよね。だからやっぱり私はお金に頼った面が多かったです。お金がないと多分今のような形にはならなかったかなっていうところですね。ということでございました。独身で結婚はしなかったんですけども、大借金で結婚しました。でも今は借金ありません。なんとか帳尻があったかなっていうところですね。いってらっしゃい。